モバイルでも配信しているアニメ夏の嵐を大特集。続いてはひと夏の体験、夏のあたし。今までに体験したひと夏の思い出を夏休みの絵日記風にして発表してもらいます。まずはなずかさんから。私の、夏の私はこちら。読んでもらっていいですか。今日はみんなで大島に行きました。クジラの群れを見ました。すごかった。それはすごい、はい、私趣味がダイビングなんですけども、去年かな、去年、みんなでですねダイビング仲間と大島に行って、で潜ってる時ではないんですけども、ちょうど今から入ろうエントリーしようっていう時にちょうど目の前をクジラの群れが横断してって、おすごいね、潮とかすごかった。100頭、すごい。クジラって群れで、ね、移動するらしくて初めての体験でしたね、これは。続いて三平さん。はい、いきます、はい、じゃん、これはですね7月、のある日にですね、家族と高生になったばっかりかなのぐらいの時に北海道旅行に行ったんですね。北海道旅行の旅行先でサーカスの一団が来てたのか、そこをこう利用、毎年利用してるのか分かんないんですけど、体験したい人に空中ブランコの体験をさせてくれるっていうのがあって、家族を誘ったんですけど誰もねやらないってここで見てるんですけど、見てて、でこうやっぱりこうだん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 こう上がっていくと、もうちょっとずつ怖くなってきて、いやでもここまで来たんだやろうと思って、で補助してくれるやっぱ係の人がちゃんといて、はい行きますねーパッて離されて行った瞬間に、予想だにしてないスピードと恐怖でやめてそれまで意外とみんな普通に乗ってたの、だから私も行けると思ったら、私一人だけやめてありえないを繰り返して空中を往復してるわけ、一人で下で家族大爆笑ものすごい恥ずかしい私の空中ブランコ体験でした。続いて白石さん、モバイル限定、いやいや大丈夫。私の夏の私はひどいですこんなの見ちゃった後にちょっとじゃん、あーやっぱり何気になる。残念ながらモバイル限定で配信させていただきます。続いてはアニテレモバイルプラスチャキュータフルダウンロードランキング、まずは10位から6位まで。ちなみにこのランキングはアニテレモバイルプラスで配信されている楽曲のダウンロード数で決定されています。なので決して捏造じゃないですよ。第5位、アンジェラアニソンプラスジングル。第4位、鈴宮春日の憂鬱からハレハレ愉快。第3位、アンジェラシャングリラ。第2位、スフィアフューチャーストリーム。そして第1位はアンジェラスパイラルでした。スフィアの4週連続ナンバーワンを阻止したのはアンジェラのニューシングルでした。どこまでダウンロード数を伸ばすのか。ここからはちょっと真面目なトーク。白石さんが歌う夏の嵐のエンディング曲キラリキタリについてどんな曲なのか教えてください。夏の嵐のエンディングキラリ二人なんですけれども、切なくも激しい曲ですね。結構タイトルからだと可愛い感じがね、イメージできるかなって思いました。そう思うんですけど、結構ロックというか激しくて、なんかこうちょっと怖いぐらいの思いが詰まってる曲ですね。時を超えてもあなたとつながっていたいっていう、あなたの存在がすごく大きいっていうことで、時を超えるっていうことに関しては夏の嵐のテーマで、はじめちゃんと嵐みたいな、かやとジュンみたいな感じでリンクをしてるのかなって思うんですけども、でも歌自体はすごく恋愛の要素が強い歌で、私個人的には切ない歌とかが好きなので、自然となんかもうめちゃくちゃ感情を込めて歌いましたね。続いては気になる今後の見どころを教えてください。ではなずかさんからお願いします。
そうですね、かやとしては毎回1話を見るごとに今日一番こう聞かせたいオチのセリフはどこかなって探すのが楽しみになってて、ついついそのギャグの部分でなんかこう自分的に勝手になんかこうなんていうんですかね、いいすごくあったかいエピソードとは別に違う気合が入るじゃないですか、そういうのって。なんでこうかやのそのキャラクターを保ちつつ、そのかやでの面白さみたいなのを今後も追求していきたいなと思ってるんで、そんなところに皆さんも注目していただければと思います。今後もね、展開としてはまだあのこう一番最初に出てきた1話で出てきたキャラクターたちもまだ今後絡んできたりとか、まあいろいろな展開があるので、そこも楽しみに。でまたその、まあ、タイムトリップをしていくことで、どういう影響が出ていくかっていうのもまだまだ隠された伏線とかいろいろあるので、そこも楽しみにしていただきつつも、大いにこう毎回笑って楽しんでいただければな。よろしくお願いします。それでは最後、白石さんまとめをお願いします。いろんな展開を見せていきますので、皆さんしっかり起きて見てほしいなと思います。本当に画面の隅々まで凝っているし、まあ、タイムリープなのですごく複雑じゃないですか。だからよく見てほしいなと思います。そして、まあ、1話からそうですけど、オープニングとあと、まあ、予告の絵と か, なんかそういうのにも要注目ですかね。ぜひ最後まで、ね、見届けてほしいなと思います。よろしくお願いします。今流れているこの曲、夏の嵐のオープニングテーマ、面影ラッキーホールフィーチャリング後藤真理子が歌う私だけにかけては、ただいま好評発売中です。この後は素敵なプレゼントのお知らせ。アニソンプラスモバイルニュース。アニメの着歌といえば公式モバイルサイトテレ東アニメムービー、ただいまテニスの王子様の着歌を大量配信中。青津やキャットビンなどのユニットソングをはじめ、各キャラクターのソロ曲も毎週大量に追加予定。みんな大好きメガネーズもこんなにたまりません。越前龍馬&遠山金太郎、白石蔵之介も近日追加決定。手に振りの着歌をゲットするならテレ東アニメムービーに集合。テレビ東京の公式アニメモバイルサイトアニテレモバイルプラスでは、アニメ夏の嵐のエンディングテーマキラリ2人が5月27日より配信されます。そして夏の嵐の動画は現在配信中です。なんと1話は無料で見れちゃいますよ。ぜひこちらでチェックしてください。はい、アニソンプラス。アニメ夏の嵐はアニテレモバイルプラスで好評配信中。これを見れば今からでも追いつけますよ。の街に穏やかに浮かび上がる光のスロー。今夜のゲスト、白石涼子さん、三瓶優子さん、名塚かおりさんのサイン入りポスターを3名の方にプレゼントします。お姉さま方、今夜は本当にありがとうございました。芸歴は僕の方が上なのに、いえ何も言っておりません。今月はお世話になりました。I'll be back!